どうも皆さん、こんにちは。ははは、来ましたよ。邪魔だよ、お前。ははは、暑い、暑い。ちょっと扇風機つけるわ。はい、今回はですね、エアガンの福袋を買いました。まあ、福袋というよりかは正しくは、福箱。ね、今年の年明けの時もね、電動ガンの福箱を1個買いまして、MP5 が当たったなんていう動画を上げたわけなんですけども、今回はですね、こちら。まあ、前回よりもね、明らかにでかいですよね。そうなんです。今回は、スナイパーの1万円分を購入してみました。まあ、ぶっちゃけ、電動ガンの方がね、使いどころはあるかと思うんだけど、正直もう電動ガンこれ以上いらないからさ、それだったらスナイパーライフル、俺持ってないからね、スナイパーライフルを。だったら、まあ、いいかなと思って、スナイパーにしてみました。まあ、というわけでね、この動画を見てくださってる皆さんは、おそらくもう俺が喋ってるなんかどうでもいいでしょうから、早速、開けていきたいと思います。ねえ、だってね、開封動画を見に来て、こんななんかよくわかんねえやつがね、くっちゃべってるの見たってしょうがないからね。にしても箱でけえなぁ。開けるのが大変だよ。さあ、それではテープが切れましたので、開けてみましょう。何が入ってんのかなぁ？ん？新聞紙はいらん。新聞紙なんかどうでもいいんだよ。はい、まずこちら出てきたの小物ですね。スコープキャップ、まあ、スコープに取り付けるキャップですね。このサイズのスコープはでも俺持ってないなぁ。まあ、あると便利ですよね。そしてこれってあのサバゲフィールド行くと大体転がってますよね。で、一番下になんか緩衝材の代わりみたいな感じで突っ込まれてんな。 S&T のこっちか、 BB 弾。バイオじゃない、バイオ BB 弾じゃない。はい、こちらのね、 S&T の BB 弾、なんとバイオ BB 弾じゃないね。しかもね、重さが 0.23g というなんとも微妙な重さ。大体だって 0.2 か 0.25 がメジャーでしょ。まあ、スナイパーだからってことで 0.23 なのかもしれないけど、まあ、明らかな在庫処分。 0.23 なんかそんな売れないんでしょ。じゃあまあ、まあでもあって損はないからな。ジャパンスティールの練習で使おう。そして、そして、まだ新聞。この、何の飾り気もないパッケージ、こちらが、本体ですと。はい。中身は何かな？では、開けてみます。ういこうか。こうだね。はい。こちらでございます。何？何これ？よいしょ。ちょっと書類から見ていこうかな。オペレーターズマニュアル SW9904。なるほどね。スノーウルフの M24 か。おぉ、なるほどね。スノーウルフの M24 ならまあいいじゃんな。そして、こちらには注意書きがついております。スノーウルフ M24 組み込みのご注意について。付属するネジが2点ありますが、短いネジの挿入箇所に長いネジを差し込むと、本体が破損する恐れがございます。万が一破損した場合は、有償での修理となりますので、ご了承よろしくお願いいたします。なるほどね。なんか、ネジを、こう使って組み立てるみたいなんですけども、それ間違えると商品ぶっ壊すよと。で、ぶっ壊した場合はお前の責任なんだから、ちゃんと修理代取るからねっていう、そういう注意書きですね。で、これが問題のネジですね。ちょっとじゃあこれを後で気をつけて組んでみようか。ちょっとね、本体行きたいけど先にごめんね。付属品紹介させてください。まず、試写用の BB 弾。スリング。これありがたいな。マズルに取り付けるアタッチメント。多分これサプレッサー付けられるようにするやつですね。そして BB ローダー。すごいね、もうこれ、色合いからして、国内大手メーカーの商品のパクリだね。国内大手メーカーのもこんな色してるもんね。まあ単純な仕組みだから多分普通に使えることでしょう。あ、ダメだこれ。ダメだこれ使えねえわ。ガスガンのマガジンに使うアタッチメントついてんですけど、これ固定されねえわこいつ。ダメじゃんこれ。ああ、まあ、まあさすがね、そこはコピー品ということで、まあ許してやろう。で、ね、本体が、よいしょ。重いなぁ、これ。多分これ普通にこうやって使った方が強いよね。あとは前の人がこうやって構えて、後ろの人にトリガー引いてもらうとかね。で、こちらがフレームですね。色は一応タンカラーに入るのかな。タンカラーなんだけど、なんか汚いなぁ。なんか塗装が汚い。まあそこはね、海外メーカーということでしょうがないのかな。なんか変に塗装しないでもさ、プラの成型色でも別にいいんだけどなって俺は思うんだけどね。で、これをどうすんだろうな。
まずはめるんだろう、どうせ。まあこれこうやって乗せて、で先ほど注意書きにあったこのネジ、これを刺すんですけども、長い方がこのトリガー側みたいです。長い方をトリガーの後ろに刺して、で付属の六角レンチで締めので、短い方を前に刺す。よっしゃ、できた。はい、こんな感じですね。これで、もう使えるというわけですね。重いわこれ、めちゃくちゃ重い。まあじゃあこれのまた詳しい紹介は別の動画で出したいと思います。というわけで今回は2017スナイパー福袋夏バージョンの開封でございました。そして、出たのがどこだっけ、スノーウルフか、スノーウルフの M24 タンカラーという結果でございました。それではじゃあねー。